どうもこんばんは。ひょっとこですよ。また来ちゃったよ、俺ここ。で、みんな、見てくれ。見せたいものがあんだよ。これ。絶妙にダサいね。でね、このおっさん。このさ、下水道のジジイがいるんだけど、ずーっと目ん玉飛び出しながらこっち見んのね。しかも、俺が近づくと、なんかわかんない、シャイなのかわかんないけど、おい、なんかクラゲ邪魔くさいな。俺とじいさんの間に割って入るな。で、近づくとね、なぜかね、の野郎で、離れると出てきて、くれくそじゃ、よしよし。じゃあさ、ゆっくりゆっくり行けば、ジジイなんて感覚鈍ってっから捕まえれるはず。行くぞ。フェス、お疲れ様。春山キングダム。右のは、誰それ。行くか。そろりそろり。こいつ、バレた!すっごい、この野郎かーくそアンホールに行ってちょっと様子見に行きますか。よいしょ。なんか、決闘始まんのこれ。タコが消える。亀仙人な、亀仙人いない？その右手の杖何それ杖代わりなのか。護身用にもならないし。それ、あれね、忍者がよくさ、池の中に潜って、ポッ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 って、あれ指ツンって、指で穴塞がれたら終わりだよね、あれ。はっ。おぉ、取り乱してしまんかった。取り乱すどころか、お前。ずっとマンホールから俺のこと見てたよね。なんで近づいたら、お前消えたの？なんか怪しいこと、怪しい、寝不足？熊すごくない？じいさん。しかもそのヒゲの量やばいね。息できないだろ。わしはニューカラストンビ部隊の相談役をしておる。当たり目。当たり目、ね、なんかつまみの名前だな。イカか。いい目をしておる。左下のなんかアイコンみたいなのいる？これ。じいさん。それいるかな？お主のような若者を待っておったんじゃ。嘘つくな。誰にだって言ってんだろ、そういうの。バンカラ街のエネルギー源、オーデンナマズが消えた事件を知っておるか？なんか言ってたな。最初のニュースで。そんな都合よく新聞が来るな。あれはタコ軍団。オクタリアンの仕業じゃとわしは睨んでやる。俺もタコなんですけど。最初のさ、なんか初期設定でタコ選んじゃったんだけど、俺のせいかい、それ。過去2回、オーデンナマズが失踪しておるが、どちらも原因はオクタリアンだったのねら。じゃあ3回目はさ、イカかもしんないだろう。1回目、2回目タコだからって3回目もタコだとは限んねえだろうが。おい、憶測で物事言うんじゃねえ。お前、こめかみぶち抜くぞ。わしはもうニューカラストンビ部隊を引退したが、気になってキャツラを見張っておったわけじゃ。俺のこと見張ってたよね。あんた、キャツラとか言ってるけど、俺のこと見張ってたよね。俺を狙ってるよね、明らかに。懸賞首とかないからね、俺。頼む。わしに協力してくれんか。キャツラ、オーデンナマドを取り返すんじゃ。もちろん、山分け考えといてくれよ。行くか。その条件飲んでやろう。おーい、新聞紙飛んでったけど、あの新聞紙でお前、さつまいも焼けたんじゃないの？なんだこれ。気まずいな。そんなに目むき出しにしてたらさ、この周りの正気っていうの？砂が目に入ってとんでもないことにならないかい？まぶたないのかお前。黙っとるっちゅうことはイエスっちゅうことやな。むちゃくちゃ強引なじじい。どういう反応してもイエスにしちゃうんじゃないこいつ。よし、今日からお主をニューカラソン部隊、
会員3号に任命で、あの1号2号、1号2号誰、1号2号はいるのかい。目と目が近いな。ドラえもんぐらい目と目が近いんだけど。キャツラのインクに対抗できるよう特製のヒーロー装備をくれてる。いつの間にか着替えて、えって、いつ着替えたんだ。いつの間にって感じになってない？サイズもぴったり。お前、俺を見張ってたのって、その飛び出したマナコで採寸してたってこと？やるな、ジジ。伊達に長く生きてねえな。伊達にあの世は見てねえぜ。急に悠々白書始まったんだけど。ちっとゆったりしておるが、まあ問題なかろう。前の3号のお下がりじゃからな。言うな言うな。心の声が漏れてますよ、じいさん。ほんじゃレッツゴー。誰？お前は誰？さっきから気になっておったが、この小鮭お主の相棒か知らん。こいつは知らん。なんか俺にね、ついてくる。なんかね、餌あげ、なんか腹減ってたのか知らんけど、餌あげたらなんかついてくるようになりました。もうやる気満々じゃな。焼こ。こいつ焼いてさ、食料にしようぜ。こいつのせいで食費がかさんでとんでもねえんだ。では改めてレッツゴー。いか、よろしく。ん？めちゃくちゃ元気だな、あのじじい。フラゴの野郎。おら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 、どうしたどうしたおい。口だけか？皆さん、老人虐待は、しちゃダメですよ。じゃあ、鳥虐待しようか。いいもんあんじゃん、おい。うまいもんあんじゃねえかね。それじゃない。俺が調べてたの、それじゃない。それはニューカランストンビ部隊の司令の似顔絵じゃ。よく描けておるじゃろ？知らんよ。司令が知らん。司令は先代の3号として活躍しとったんよ。お主、司令のこと知っとるんか？さっぱり知らん。わしらは人知れず戦う秘密部隊じゃからの、知らんのも無理ないわい。それだけ？教えてくれるんじゃないの？教えろ、お前。目ん玉に撃つぞ、この野郎。こいつ、なぜか目ん玉だけ染まらない。お前の眼球強すぎないかい？ザコ師匠とかがよく使ってるおもちゃの目。カチャカチャカチャってなるやつ。なになに？